以上が南帝国で起きたことに関する報告です。ご苦労だったな。お前さんたちの功績は相当なものだ。魔獣討伐にカラントの捜索と破壊、そして何よりジャイアント族の人界への侵入を防ぎ、エルドリエを救い出してくれた。騎士としてやれることをやったまでです。ところで報告の中で気になる箇所がある。メディナに従ったという者たちについてだ。確かに不可解です。所在の不明な民が突然協力的な行動を取るなど。それは説明します。いいのか、言いたくないことなら。聖号騎士様を前に嘘はつけない。それに元から機会を見て話すつもりだったから。私に協力してくれた者たち、彼らは全員がベクタの迷子です。つまりこれまでの記憶を失って突然見知らぬ場所に現れた連中ってことだな。近頃各地で急増しているという話を聞きましたが。それについては分かりません。ですがベクタの迷子に関して私に不思議な力が宿っていることに気づきました。力とは？理屈は分からないのですが、ベクタの迷子に触れることで彼らに忠誠心のようなものを芽生えさせることができるのです。忠誠心？だから君のことを救世主と呼ぶのか。そうだと思う。私は彼らにお願いをしてカラントの場所やジャイアント族の情報を集めたんだ。なるほどな、多少は納得ができた。しかしそのような能力をメディナが得た理由が分かりません。そうだな、やっぱりこういうのは詳しい人に聞くのが一番だ。解析は終わったぞ。それで？まずはお主とだけ話したい。俺と？うむ、リアルワールドの知識や用語を使わねば説明が困難なのでな。わかった、場所を変えよう。それでメディナの力の原因は何なんだ？モジュールじゃ。メディナの中にはモジュールがある。モジュールだって？どうしてそんなものが？わしにもこれがどういった目的で入れられたのかはわからん。しかしどういった機能を備えているのかは把握できた。このモジュールは持ち主が触れたものの ID を識別し、特定の番号を持つ者に反応し作用するようじゃ。特定の番号ってのはベクタの迷子ってことだよな。いや、正確には一部の記憶のみを持ってアンダーワールドで目覚めた NPC じゃ。 NPC？ メディナの協力者は全員 NPC なのか？そうみたいじゃ。こっちも原因は不明じゃが、多数の NPC が突如としてアンダーワールドに発生した。最近増えたベクタの迷子はてっきり俺たちと同じリアルワールド人だと思ってたけど NPC だったのか。でもそれなら STL を使わないし、大勢現れたことの説明もつくのか。それにしても疑問が多く残る。その NPC ってのはアンダーワールド用にもともと設定されていたものなんだよな。 NPC を呼び出す機能はあったようじゃが、その AI の情報はどうやら外から引っ張ってきているようじゃな。外ってリアルワールドか？うむ、つまりリアルワールドの情報を元にした AI が突発的に増えた NPC に搭載されておる。だが彼らの人格を構成する記憶が不完全なため、ベクタの迷子という扱いを受けたのじゃろう。どうしてわざわざリアルワールドの情報で NPC の人格を作ったんだろう。メディナにそんな特殊なモジュールが組み込まれている理由は？わからん。おそらくモジュールはリアルワールドからの操作で入れられたものじゃろう。アンダーワールド内で術式のみによる調査には限界がある。そうか。何にせよこれでメディナの不安が少しは解消されるといいんだけどな。よし、メディナや聖号騎士たちに解析結果を伝えるとするか。くれぐれも神聖号を多用して
彼らを混乱させることのないようにな。やはり私が触れることでベクタの迷子に変化が起こるのですね。うむ。じゃがベクタの迷子とは、先ほど言った通り扱いが多少異なる。記憶を失いつつも積極的な魔獣討伐や探索を行う連中じゃ。冒険者、彼らをそう呼ぶことにしよう。別の世界からやってきた冒険者、彼らが私のために戦ってくれる。この力があれば、ホルティナの助は。父上、やっと私は。メディナ嬉しそうだ。これまでに見たことがないぐらい。ベルクーリ様、メディナ・オルツナノス、この力を対策本部のために使う所存です。より多くの冒険者と接触し、仲間として引き入れつつ、彼らを魔獣討伐の人員へと当てます。そうすれば対策本部の人手不足も解消できるのではないでしょうか。まあ単純に戦える奴らが増えれば状況は良くなるだろうが、何か気にかかる点でもあるのでしょうか。実際に私は冒険者と共にジャイアント族との戦いも行いました。勝利こそ私たちだけで得られはしませんでしたが、その有用性は分かっていただけると思います。ああ有用性は分かっている。おじさまが気になっているのは冒険者の意思ではないでしょうか。まあ多少はな。どういうことですか。仲間にすると言ってしまえば聞こえは良いですが、あなたの力は冒険者の意思を無視して強制的に従わせることです。そんな、私は冒険者に無理強いをしようというつもりはありません。ただ力を貸してくれるというものにお願いをするだけ、命令ではない。そうですね。失礼な態度を申し訳ありません。私はただこの力があれば役に立てると思っただけなのです。与えられた力を対策本部のために使うことこそが私の使命なのではないかと、そう思っただけです。キリト、お前もそう思うだろう。この力があれば私の悲願は果たされる。メディナ、俺は少し心配かな。どうしてだ。メディナは無茶をしてジャイアント族と戦ったりしてた。いくら仲間がいると言っても心配だよ。汚名を注ぐためだって言っても、メディナが怪我をしたりしたら元も子もないんだぞ。お前、私が冒険者を引き連れていることではなく、そのことが心配だというのか。もちろんメディナの力についてもわからないことだらけだよ。でもそれ以上に俺はメディナのことが心配なんだ。だから無理はしないでくれるか。キリト、たとえ多少無理をしてでも私は武功を立てる。それがオルティナノスケ当主としての務めだ。アリス様、どうか私がこの力を使うことを認めてはくださいませんか。分かっています。あなたを責めるつもりはなかったのです。自分の能力を最大限に使って功績を上げ、人界を守ろうとする、それを否定するつもりはありません。ですが方法を一歩間違えれば、あなたの力は強制的な支配そのものになってしまいます。かつて私は強大な力を持ちながら、それを支配という形でしか使えなかったものと話しました。メディナ殿にはあのような選択をしてほしくない、そう思ったのです。そうでしたか。お気遣い感謝いたします。この力必ずや人界の平和のために使います。ええ、ありがとう。話はついたようだな。
メディナが正しく力を使えるのであれば、ぜひとも協力してほしいと俺は思う。現にカラント捜索やジャイアント族の発見と討伐も、メディナと冒険者がいたからこそ、これほど早く対応することができたんだからな。はい、もちろんその功績は認めます。メディナ殿、冒険者も人です。彼らの意志も尊重し、その命を大事にしてください。もちろんです。冒険者と力を合わせ、必ずやさらなる成果を上げてみせます。皆準備はできたな。さて、今回は皆の日頃の働きをねぎらうため、そして新たな戦いへ向けて英気を養うため集まってもらった。カセドラルシダ発生から今日まで激動の毎日だったが、ようやくカラントコアの破壊と魔獣への対応にひとまずの区切りがついた。そこでこの機に今回のような食事を設けることとなった。皆大いに食べ、そして飲んでくれ。本来であればもっと早くにこうして皆と話せる機会を設けるべきでした。状況が状況だもの、仕方ないよ。そうね。それにこういう打ち上げって私たちもリアルワールドでよくやってたから、かしこまった席で話すよりはなんだか気が楽でいいわ。私は緊張しますけど。そうだよね。別世界の人との会食なんてすごく不思議な気分。それならこの機会を無駄にしないようにしないとね。それにここにはちょうど女子しかいないんだし、今しか話せないこともあるんじゃない？そうですね。私から聞きたいことがある。いいか。メディナからなんて意外ね。もちろんいいわよ、何でも聞いて。以前アスナたちはキリトと同じ世界から来たと聞いた。だがその理由までは聞いてもいなかった。別世界に行く、私にとっては突拍子もなさすぎて想像することは困難だが、少なくとも強い覚悟がないとできないことだとは思う。だから理由を聞きたいんだ。理由ですか？そんなの一つだけですよ。うん、キリト君を助けるため、そのために私たちはこの世界へ来たの。キリトを助けるため？待って、本当にその理由だけ？それだけで別世界に行くことを覚悟したのか？そうよ。まあ驚かれる気持ちもわからなくはないけどね。キリトにはたくさん助けてもらったし、大切な友人だし。はい、困っているのなら少しでも力を貸さなきゃって思うんです。とはいえ、よほど考え抜いてこの世界に来たんだろうな。それはどうでしょう。メディナさんにとってのオルティナノスケの汚名返上みたいなものだと思います。使命ってほどではありませんけど、お兄ちゃんを助ける、それが私たちのすべきことだと感じたんです。うん、だから本当のところはね、理由云々を考える前にここへ来る決断をしたって感じかな。はい、私もキリトさんの状況を聞いて、気づいたらこの世界にいたようなものですから。キリトを責められないくらい無鉄砲な行動ね。まあ私もだけど。でも後悔はしていないから。元の世界に戻りたいとは思わないのか？思わなくはないけど、でもキリト君はこの世界にいるから、もしも今すぐ帰れるって分かっても多分
キリト君は残るって言うと思う。だからそうなったら私もこの世界に残って自分のできることをするんじゃないかな。自分のできることか。私にもやるべきことはある。だが自分に何ができて何をすれば役に立てるのかわからない時がある。そんなの私たちだって同じだよ。どうだろうか。アスナたちは無意識に自分のできることをしているはずだ。日常生活でも戦闘の最中でも各々が自分の役割をしっかりと果たしているように感じる。私も頑張らなければならないな。すまない、空気を悪くしたな。気にしないで。メディナさんからそういう話題を出してくれて私は嬉しいよ。そうか。さあ、おしゃべりもいいですが食べましょう。せっかくのごちそうなんですから。美味しかった。久しぶりについ食べ過ぎてしまいました。シオ！なんですか急に。遅くなってしまいましたが、私に謝罪の機会をいただけないでしょうか。謝罪？南の回廊で助けたことですか？それならば過ぎたことですし不要です。いえ、なりません。私はあの時状況に流されるまま戦いを始め、数々の無礼な態度を取ってしまいました。その後も機会を失い、今日まで謝罪を示すことができませんでした。聖護騎士であること以前に、一人の騎士として、いや一人の人間としてあるまじき行為。私はこの介護の念を払拭せねばなりません。そのためにもアリス様、改めて謝罪の機会を。あなたの気持ちは十分に伝わりましたから、もう結構です。本当ですか？ええ、私の言葉を無視してキリトと剣を交えたことも。なぜ私はあそこで剣を抜いてしまったのか。最高司祭芸家が不在の状況で過度な不安を抱いていたのです。そんな中、反逆者に自分が救われたと分かり、果たして自分は騎士としてふさわしいのかとつい考えてしまったのです。だから、エルドリエ、私はキリトとの戦いがあなたには必要なことだったと理解しています。今後も私の弟子として、そして聖護騎士として、その活躍に大いに期待しています。なんという優しさ。さすがは我が師アリス様。今後は聖護騎士としての使命である人界の守護、それを第一に考え行動いたします。人界の守護、そうですね。キリト、ん？今話せますか？ああ、大丈夫だ。少し前にアリス・ツーベルクについて聞いたことを覚えていますか？覚えているよ。あの質問をしたのはある悩みを抱えていたからなんです。そのことについてあなたの意見を聞こうと思って。人界の守護という使命についてだろ。気づいていたのですか？右目の封印を破ったことでアリスは騎士としてもアリス・ツーベルクとしても生きていくことができる。悩むのは当然だと思う。簡単に出せるような答えじゃないさ。はい、私が持つ騎士としての使命はあくまでも最高司祭様に与えられたものです。これまではその使命に疑念を抱くこともなく、聖護騎士としての職務に従事してきました。ですが今はわからないのです。もちろん人界が平和であることを望んではいます。ですがそこに住まう全ての民を思いやることはできません。私にとってはキリトやユージオ、アスナたち、そしておじさまをはじめとする聖護騎士、それだけが私にとっての大切なものたちなのです。
それが普通なんじゃないかな。俺だってアンダーワールドを守りたいと思っているけど、分かっているんだ。結局目の前にいる存在しか守れないって。アリス・ツーベルクならどうしたでしょうか。公然と騎士らしくいることができないのであれば、せめて以前の私らしく振る舞うことができればと思いました。だから俺とユージオにアリスのことを尋ねたんだな。はい。しかしアリス・ツーベルクは思っていた以上に高潔な人間でした。全てを愛し、全てから愛される人。ひょっとしたら私以上に聖号騎士にふさわしい人間かもしれません。私は騎士としての使命に自信が持てない。そしてアリス・ツーベルクのような生き方もできない。最高司祭様は人形をやめた人形とおっしゃいました。今の私はまさにそれかもしれません。キリト、教えてください。私は一体何のために存在しているのでしょうか。それは自分で見つけるんだ。答えを教えてはくれないのですか。俺の答えなら教えてあげられるよ。え？俺はこの世界とそこに住まう人たちを救うためにいる。それこそが俺がここへ来た理由だと思う。目の前にいる人を助けて、そうじゃない人たちも助ける。アスナたちには呆れられるかもしれないけど、それが俺のすべきことだと思うんだ。すごいですね、キリトは。何もすごくなんてないよ。初めは俺もリアルワールドに戻ることだけを考えていた。でもユージオやアリスたちに出会って、ようやく自分のやるべきことが分かったんだ。だからアリスも必ず見つけられるはずだ。この世界で生まれた君が果たすべき役割がきっとある。わかりました。見つけます。必ず。いつか私にしかできないことを見つけます。だからそれまでは頼らせてください。ああ、もちろんだよ。おう、集まってもらったのは他でもね。北帝国の貴族から資料地民が行方不明だっつう報告が上がってきたよ。行方不明？おう、資料地の持ち主である貴族へ報告もなく、忽然と姿を消しちまったみてえでな。海星号騎士から報告が上がってきたんだ。もしかしてこの異変は何かカランドと関わっている可能性がある。おじさまはそう考えていらっしゃるのですか。ああ、大元となるカランプを見つけるためにも念のため調査する必要がある。そう思ってな。分かった。それじゃあ北帝国でその調査を行ってみる。まずはルーリットの村を目指す。そこでセルカたちの安否を最優先で確認するよ。セルカ。アリス、約束を覚えているか。はい、ルーリットの村に連れて行ってもらい、セルカの姿を見せてくれると。今がその時だ。しかし心の準備が。アリス、迷っている時間はない。わかりました。行きましょう、ルーリットの村へ。会議後、俺はアスナたちやメディナにも声をかけ、一緒に来てもらうことに。救世主様、私たちはここで何をすればよいのでしょう。
魔獣の討伐などありましたらいつでもおっしゃってください。救世主様、お腹は空いていませんか？私お料理します。いや、今は何もしなくていい。お腹もまだ空いてないから、食事も後でいいし。はい、わかりました、救世主様。いや、そんな直立不動でこちらを見つめられても困るのだが。よう、メディナ、冒険者のみんなを対策本部に連れてきたのか？ああ、主に剣士や戦士を天職としている者たちだ。私についてきたいと言ってくれたのでな。とはいえ、あの少女は違うがな。どうしてか南帝国を去るときに私から離れようとしなかったから、一緒に連れてきた。欠陥品がゾロゾロと哀れな。どこの馬の骨とも知れぬベクタの迷子を連れてきよったわ。欠陥品は一人では何もできぬ役立たずゆえ、数で勝負というわけよ。言いたいことがあるならば、はっきりと目を見て言えばどうですか？これはこれは、オルティナノス殿。何、一言もあなたのことだとは言っておりませんぞ。ですが、ご自分のことだと思われたのは、何か心に覚えがあるのでは？いい気になって、哀れなベクタの迷子を集めて徒党を組んだところで、欠陥品は欠陥品。夢、何か功績を立て、氷協会があなたをお認めになるとは思いなさるなよ。おい、あんたら、無駄口を叩いてる暇があったら仕事に戻ればどうだ。まったく、対策本部にまで嫌味な貴族がいるなんて世も末だな。貴族はそんな奴ばっかりだからしょうがないんだろうけど。いや、貴族はそんな奴ばっかりって言ったけど、メディナのことじゃないぜ。メディナは違うから。そうだな、私は全然彼らとは違う。家柄も育った環境も。メディナ、メディナ殿、もしやその冒険者たちを連れてきたのですか？彼らは南帝国に在住していたのでは？アリス様、彼らは私についていきたいと言ってくれました。それゆえ引き続き協力してもらうことに決めたのです。決めた？彼らではなくあなたが？はい、私が決めました。そうですか、わかりました。彼らに無茶はさせないように。そして俺たちはルーリットの村を目指したのだった。人界に突如品質したベクタの迷子、冒険者たち。彼らはメディナを救世主と呼び、忠誠的な行動をとる。その現象を不思議に思いつつ、俺たちはアドミンストレーターの真意をまとう魔獣を生む花カラントと魔獣の討伐を継続。最終的にはカラントの大元カラントコアを殲滅し、南帝国の平穏を取り戻した。その後、メディナは接触することで冒険者たちを従える力を保有していることが判明。その能力で必ずや対策本部に貢献すると意気込むメディナだが、アリスは人を無理やり従える行為はやめてほしいと訴える。そんな中、北帝国では失踪事件が発生。俺たちは調査とセルカたちの安否確認のためルーリットの村へ立つ。